こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。今日やっていきたいのはですね、カオスソルジャー降臨でございます。はい、実は一回ね、練習みたいな感じでまあメインアカウントでクリアできたんですけど、このアカウントでクリアできるかなと思って練習してみたら勝てたんで、はい、まあでも勝てたところでね、僕もう一枚アシストのカードも作りたいんで、はい、今回はまあ改めて、まあもうとうに忘れたんで、はい、それでね、まあちょっと周回遅れなタイミングではございますが、めちゃカミカミでございますが、はい、挑戦していきたいと思います。はい、パーティーがこちらでございますね。はい、ちょっとね、いろいろ変わってますね。はい、それではご紹介していきましょう。はい、リーダーのベイトナーじゃなくてウルトラにスキルチェーン2つ、リーダーチェーン体制で回収の武器でございます。これが毎度おなじみチャコルでございますね。ハロウィンチャコル、チャコルに完全クライム体制、スキルチェーン4つで HP 最上位のやつを1つで、ドフラミンゴ武器でございます。で、こちらが覚醒ミニアマテラスですね。小学生スキルプラスに HP 最上位のやつを3つで、なんて言うの、シンセレコードか。シンセレコード。これはラスの、留学シリーズのミルの武器ですね。これで3ターンヘイストをね、かけれるということでございますね。はい。で、ウィンガンダムゼロですね。はい、ウィンガンダムゼロ。もう小学生冬なんですけど、まあ、冬である必要は一切ないんですけど、もう全然乾燥するんで問題ないです。体力キラーもね、前の動画からつけっぱなしなんですけど、全然問題ないです。はい。で、上限解放と、あとは、ダブルゼータガンダムの武器ですね。はい。で、こちらがガンダムキマリスですね。ガンダムキマリスに超惑星スキルプラス、上限解放、スキルチェーン2つ。これがですね、まあ、実は3ターンヘイストのね、武器だったら何でもいいんですけど、はい。僕はホノリンアマリータのフェスゲンの武器持ってたんで、それで副属性火にしつつ、まあ、攻撃に参加してもらいつつ、スキルも補って、で、さらに3ターンヘイストをかけるという役割でつけております。で、こちらはですね、フレノさんのウルトラですね。はい、スキルチェーン4つに、カンキラ2つで、ショーテル武器でございます。はい、毎度おなじみですね、こちらも。はい、はい、それでは、カオスソルジャー降臨、デルリングス超絶壊滅級さん対戦よろしくお願いします。はい、これクリアしたらね、ガチャ引いていきたいと思います。クリア報酬の砦を守る翼竜。はい、でウルトラ変身させて、ウルトラ変身させて、これね、ウルトラ、ハロウィンチャコルの裏についてる天夜叉のコートで、もうまず使ってあげます、これを。で、その次に学生ミニアマテラスを使ってあげて、で、これで変身できるんで、で、こちらで。で、最後に、このリンアワリの武器を使って、もうこれ、上限解放、さっさとしてあげると。はいはい。ほいほい。あ、水ミスってる。まあ、いけると思いますよ。はい。はい。OK。はい。敵の行動パターンが変化した。攻撃。OK。守備表示。ここね、一旦だけ、ね、潰してあげますね。僕は。はい。で、こっちの、ウルトラで変身させて、変身じゃなくて、上限解放っていうか、スキル使ってあげて、はい。待って、攻略動画みたいになりつつあるんですけど、そう、決して勝てる保証ではないので、はい。何かの参考になれればなと思ってね、はい。無理やりウルトラでクリアしたよーっていう動画です。で、今度最後、こんだけ削ったら、もうこっち、ショーテル武器ついてるんで、ドラゴンキラーついてるんで、もう、ね、これ、ウルトラ、こっち使ってあげて。で、こうしてる間にね、チャコルが溜まってるんで、こっからもう軽減張れると。まあ、一旦潰したのはもうそういう理由ですね。多分、初っ端からこっちの、ごめんなさい、ちょっと待って。慣れへんことしてるから。初っ端からね、右側のショーテル武器ついてる、ウルトラ使っちゃったら多分倒しちゃうと思うんで、まあそういう意味で一旦時間潰すために、まあ、ウルトラ使ってちょっと削っとくみたいな感じですね。はい、ここは HP、もう操作時間減らされるんですけど、で、気合ですね。で、この3ターンね、潰したことによって、
まあ、キマリスが帰ってくると、キマリスが帰ってくるんで、まあ、上書きデバフを上書きしてあげる。で、あと脇合いなんですけど、うん、はい、ヘッポコンボでございますね。はい、はいはいはい、オッケー、これ全然耐えるんで、はい、こっからまたこれでウルトラ使ってあげて、はい、いや、ちょっとむずいな。これ、ちょっとむずいな。はいはい。はい、これで。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー。で、HP カウンだけやったら、もう、軽減ループできるんで、はい。もう多分大丈夫ですね。はい、無効感。はいはい。で、ここで、ダブルゼータ。なんてパワーでしょう、使ってあげて、俺は死なない。で、こっちのウルトラ使ってあげて、はいはい。でも、一個ぐらいね、トゲ。ミスった。ミスった、ミスった、ミスった。今のはちょっとごめんなさい。ミスりました。はい。はいはい。まあ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 、全然。どうしようか。こうかな。まあ。はいはい。こうしようか。よいしょー、いった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 、よかったー。はい。で、ここも全然耐えれると。はい。で、2ターンでちょうど、まあ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 、まあ、たまたまですけど、はい、このターンからまたキマリスのエンハが使えるんで、キマリスも使ってあげると。今に使ってあげると。で、もう指も全然余裕があるんで。でね、もうトゲはね、そんな気にしなくて、全然大丈夫ですね。ほい。たまたま斜めが入りましたが、はい。決して、たまたまです。決してたまたまです。ということで。はい、これ右左側だけね、倒したらもう何の問題もないんで、はい。OK です。はい、OK。で、ここで、わちゃわちゃね、ターン潰した間に、アマテラスのヘイストを使うことによってね、あと2ターンでしょ？で、このターンさえ耐えれば、なんと、これ使っとくか。はい。で、これは大丈夫なんで、全然。覚醒無効を解除して、で、これで、まあ、6、まあ、さっきのターンね、間に合えばよかったんですけど、ごめんなさい、もうめちゃくちゃなこと言ってますね。はい。あんま気にせんとください、そこは。はい。あー、やばい。はい。やばい。もうやばい。はい。はい。トゲきついっすね。はい。まあ、でも全然耐えれるんで、はい。で、これ使って、はいはい。こうでいいか。僕はもうあんまりその、HP を、気にしすぎてトゲをなんか、ためらうみたいなことを、あんましないんで、はいはい。そこら辺、あんま気にしないでください。で、ここはもう、軽減さえね、張ってたら、チャコルが上がってたら、もう全然もう耐えれるんで、はい。はいはい。でもこれもう1コンボで、この間にね、なんかついでになんかトゲドロップがもう消えたらいいなぐらいの感覚で、全然 OK です。はい。もう余裕で耐えれるんで、はい。はいはいはい、ここは何かな？ここは何か水？光？じゃあ水消そうか。こうしたらいいんか。まあ、この間にね、トゲでも処理してあげて、はい。で、ウルトラサインもほんまに使ってたらもう全然大丈夫なんで。水、光、じゃあ水、ああれ？こんとこにトゲあった。まあ、ええか。はい。OK。よいしょー。カオスブレード。はい、このタイミングで帰ってくると。でね、キマリス使ってあげて、泥鏡を出してあげて、
はい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 、ちょ待ってな、まだパズル終わらんといてな、こんな感じで全然。はい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 、これでクリアーと。おめでとうございます。はいはい、おーね、これカオスソルジャー、武器にもなるんで、こっちは作りたかったんで、はい。まあ、僕はもう完全にこれ周回とかあんまする気はないので、もう P であげようかなと思います。はい。それではですね、はい。ね、このクリア報酬、ガチャと、まあ、ユーザー情報の購入歴、無料配布分10個、無料配布分10個あるんで、そちらを引いていきたいと思います。じゃあまずメールからね、はい。5色以上確定ガチャ。でね、僕どうしてもね、遊戯かマリク交換したくて、ね、もう、ま、決めてあるんですけどね。アンズかまた。おっしょ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 。遊戯の交換たまにならね。それでは、じゃあね、先ほど無料配布お見せしたんで、ガチャ引きたいと思います。はい。じゃあね、サイディア。目標サイディア。最低でもサイディア。最高でもサイディア。はい。いやー。バクラか。まあ、ありあり。全然大ギアやったらまだあり。それじゃあ、ちょっと交換所を見ていきたいと思います。はい、こちらですね。遊戯の玉が、こんな感じ。はい。で、バクラの玉が、こんな感じでございます。まあ、バクラの方がね、あ、バクラじゃなくて、マリクや。マリクの方が優秀とか玉なん、豊富なんですけど、あえてね、僕は遊戯がやっぱ主人公なんで、遊戯を交換しに行きたいと思います。はい、こちらの方たちとちょっとお別れの時を迎えてしまったようです。ちょっと苦渋の決断なんですけど、まあ、他にね、これ、ノクタリアとか、ブラックマジシャンとか、エルフリーデー、何だっけエルフリーデーですね、いたんですけど、まあちょっとベロはやっぱ一体置いとかなあかんと。で、ノクタリアはちょっともう推しなんで、パズドラ界隈の。はい。そういう結果で、まあエルフリーデーもね、まあ強いんで、はい、この結果になりました。はい。それではね、遊戯交換していきたいと思います。はい、よっしゃ、やっぱね、遊戯王にはね、遊戯がいないとね、はい。はい。よし、それでは、今回はこんな感じで終わりたいと思います。よろしければね、動画の評価、チャンネル登録していただける方、していただけると嬉しいことで、嬉しいです。はい。あとね、概要欄に、活動一覧っていうね、リンク、欄にリンク貼ってあって、そこを押したら僕の SNS 関連全部出てくるので、そちらもぜひよろしければ、ちょっと覗いてみてください。それでは、まあ、何かの幸いになれば、幸いでございます。それではね、ちょっと、また、お会いしましょう。バイバイ。